はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋文友でございます。今回は、仮面ライダーザ、令和ザ、ジェネレーションの動画になります。一応映画見てきました。ざっくりの感想ですけど、これちょっとお母さんとも話してたこの内容を半分で言うと、今回生駒さんが敵役をやってたんですけど、なんか、お母さんの見た感じだと憎たらしいなっていう役だったなっていうのと、あと、まあ、ゼロワンの中での、最初のストー、第一話の話をやろう、の部分を、ライチャーの部分かな、確か。今回、作品を話として映画でやりましたけど、やっぱりまだモヤモヤするなーっていうやつもありますけど、よかったです。で、これは俺のご意見っていうか、見てての感想ですけど、今回25話、ウルターマンタイガーの、動画の中でも言ってますけど、石巻の4の中の、映画館で見に行ったんですけど、とっても良かったです。しかも、人が今回初回、9時10分から、イオンの中でやってたんですけど、とってもよ、人いっぱいいましたね。ちなみにですけど、その前に、妖怪ウォッチやってました。妖怪ウォッチの人もやっぱり多かったですね。ツイッターでツイッターで年末年始じゃない。だいぶ前の話ですけども、ツイッターで、覚えてるでしょうが、多分覚えてないと思いますが、皆さん、仮面ライダー、令和ザ・ジェネレーション見てくるよって、それクリアしました。なんで、今のところ生放送する予定はないんですが、別件で生放送やります。後日かな、ウルターマン系ではないですけど、やります。ごめんなさい。ちょっと、予告的なお話をして、戻しまして。映画版の感想的に言うと、今回のゼロワンの人たち、ゼロワンやってる人たちの、見てて、正直言って、テレビ版より生き生きしてるんじゃねえのと思いました。なんで、テレビ版がどう繋がっていくのか、気になりますね。ただ、映画的なことはそうぐらいですけど、ちょっと一つ気になるといえば、ちなみに、今日公式の LINE ライブやってたんですよね、東映の。見てましたけど、結構、あれでしたね。すごかったですね。やっぱり見ている人たちはいいですけど、見てない人たちもね、一回見たら、また通いたくなると思いました。多分俺、2週目行くかもしれないし、行かないかもしれないです。ちなみに、この動画、公開初日の夜に撮影してますけど、これだけは言わせてください。とっても良かったです。ちなみに、今月二つ見るんですよね、映画ね。仕事よ。結構よかった、今年で言うね、実質に、しめるかな。まあ、とにかく見てきたんですよね、映画。で、さっき言った、令和ジェネレーションが一つで、もう一つは、劇場版シングル4、最速のアルファ X、公開されると思いますが、それもです。ちゃんと、それ見ますよ、と思います。仮面ライダーは、ごめんなさい、戻します。仮面ライダーの、ドボナシちゃん的ポイントですが、
100点中100点です。ただし、すいません、ジオウの話に関しては、実はあんまり見てないので、近々、東映のやつか、まだ見てですけど、東映ファンクラブか、見直しをしたいと思っております。で、今テレビ放送中のゼロワンの感想とかも言えたらな。今ゼロワンの。今現時点のテレビシリーズの感想的にも、もうざっくり言うと、ゼロワンのテレビシリーズ近々その感想を上げる予定でいると思っている。ただし、年越したらすんません。年越して忘れてたらごめんなさいという話でした。という感じでして、今回の映画の感想は以上ですが、とにかく本当に良かったです。DVD かブルーレイ出たらまた見たいなと思いました。ちなみに半分びっくりしましたが、まさかあの人もいるとはね、ただね、俺、マジな話ですけど、さっきも言った通り、イオンの映画館で見ましたよって言いましたけど、4番スクリーツってちっちゃいところだったので、当然、これ公式さんね、一応ここで言っておきますけど、裏仮面ヘラーの皆さんには言っておきますが、ほんと、ワンシーン出てるのチラッと見えたぐらいなんですよ。低いところから見たからちょっと ワンシーンのちょっとだけ出てたの分かりましたけど。あと分かんなかったです。っていう感じでした。とにかく、篠宮さんが、仮面ライダーの MC の篠宮さんがどこかにいるんで、もし見つけた方はね、裏仮面ライダー L と S のツイッターアカウントにね、このシーン、ワンシーンぐらい出てたかなとかつぶやいてみてください。そうすると、いいねもらえたりすると思うんで。とにかく、映画見てない人は急いで見てきてください。ということで、動画は締めさせてもらいます。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。もし歴代の仮面ライダーとかそういう話聞きたいなという人はグッドボタンを押してください。では、以上です。